伊徳王は、くだらの第二十七代の王。先代の西王の長子。意味名は、三国式くだら本に、伊徳王記では、まさ、三国維持王歴では公、または名。五十四年七月に戦王が戦死したので、王位についた。日本書期によれば、少年は五百二十五年頃と推測され、西王の死後すぐには即位せず五百五十七年三月に即位したとされる。 随所などには、夜傘と記される。554年7月に、西王は白木を討とうとして、家臣がいさめるのも聞かず、兵を起こし、大家屋と和国と共に白木と戦ったが、初戦で奇襲を受けて西王が戦死するという結果に、終わった。この時、伊徳王も白木軍に囲まれて七地に追い込まれたところを、和の軍に助けられ逃げ延びたとされる。白木は余生を買って、 くだらを攻め滅ぼそうとしたが、背後に、憂いがあるため取りやめになった。同年10月コウは、熊川城に侵攻してきたが、これを撃退した。三国式くだら本義では、西王の死後直ちに即位して、王として、コウ戦に当たったとするが、日本初期では、金明天皇16年2月城に、伊藤王は、弟の恵みを送ってきて、西王の死を伝えたこと。 同年8月上には大いにつかずにそうとなろうとしたこと、金明天皇18年3月に伊徳王が即位したと記している。即位の後は、中国北朝の北西や北州、つい南朝の陳に長考して、作法大成下に入り、は、茅諸国と交往して、白木、高栗との戦いを続けた。561年7月には、金明天皇の援軍や美魔なと交応して、 白ラに攻め込んだが、白ラの策略にはまり敗北して撤退している。ミマナはこの頃滅亡し、カヤ諸国は完全に白ラに属するようになった。570年には、北西の後主に施設を送り、死事説、自中、借機大将軍、大宝軍港、くだらおに封じられ、翌571年には同じく、北西から死事説、都督、東、青州諸軍事、 東青州市,市に封じられた。北西が滅び、隋が起こると、581年に隋に施設を送り、上海府、義道三次、大砲軍港に封じられた。589年には、陳を平定した隋の軍船が田村国にたどり着き、一徳王はこの船が帰る時に援助するとともに、隋に使者を送って、中華統一を祝賀した。このことを、隋では、喜んで、 毎年の朝考は、不要との免除を与えた。598年9月にはついに使者を送って、コークリとの戦争の際に道案内をすること、申し出たが、すでに戦争は一段落していたために話はさたやみになった。そのことを聞きつけたコークリはくだらに進行してくることとなった。在位十五年にして九十八年十二月に死去し、軍心が協議して、意図く 送りなした。王領とされる三笹山里古墳群の一角から1993年に、自死が発見され、石像の車輪リに、九だ昭王十三期大祭あり、定外妹兄公祝用車輪という名分があった。この名分の発見により、両山里寺が王室関係の寺院であることが確認された。日本初期巻十九近明天皇期十四年冬十月公印一日。 土のととり、日本初期、除名天皇15年上有優神と見るのが有力だが、景気道安城市の安城川付近と見る説もある。このくだらと白木との構想について、三国式、くだら本義は、伊徳王8年とするが、白木本義は、新皇二23年、日本初期は、近明天皇23年とする。三国式白木本義では、562年8月に、 カヤ諸国が反乱を起こしたことと、白木の将軍の意志不、下岸の前にすべて降伏したことを伝えている。正王の定外年は567年にあたる。三国式くだら本義や年表では、定外年を王の14年としているが、先代の西王の皇居は554年7月であり、立年賞元であれば伊徳王14年、古志年賞元であれば伊徳王13年となる。 立年、ゆ年については、改言を参照。ありがとうございます。